スター J2 リーグ第17節清水エスパルス対ミッドリーボックのゲームが始まりました。すごい、行け来たよ、レイモン君行け。そう、どんどん行けよ。左足の折り返しシール、プラガのところです。ああ、距離はありますけど、うん、今矢島と山原立ってますけど、どっちで行きますかね。わしならね、直接しかも。技術高いキック持ち味矢島、どちらでもね狙える感じですよね。ね、はい、距離的にも角度的にも。チーム屈指のパンチ力、テクニックももちろんある山原、2人とも右足です。さあ、ゴールコールを送るゴール裏のサポーターの目の前で決まってるぜ、決めろよ、決めろよ。前最初のコーナーキック、ボール触ってるのは矢島だから、矢島か、どうなんだろう、いけるか、うん、さあ矢島でいくのか、うん、矢島かな、矢島できた、わーだー、すげえ、すごーく、これがシーズン2点目です。いやー、ちょっと距離取った、これはすごい、うん、いや、完璧だね、すごい、おお、すごい、ねえ、すごい、すごい、ルメイが出てこだったもんね、うわっ、嘘だろ、ちょっといいシュートだったな今。いや、いいシュートだったね。シュートですよね。ねえ。この後のこぼれの反応もね。このスピードであのコース打たれちゃうとちょっともうゴンダも無理でしょうね。コンパクトな振りからね。そこまでね、強い力をボールに加えて。ただその前のね、ロングボール、起点を作ったのがカルリーニョスですからね。強かったですね。まった。足の音、足の音にならないように自分も動きながらもらってほしい。お、来た、北川、さあ中に入ってきて、北川もう一度、そしてハーテルキ、どう、来た、来た、何、知らせなかった、最後はね、最後はおかげでここのね、寺崎のパスコースが広がってからの攻撃なんですけど、あとはこのね、あらの見事でしたし、あれだけね、清水の選手ボックス内に人数かけれると、ミッドのボールからなかなか守りづらしないので、しっかりもね、スタンディングみたいな状態でヘリングが待ってた、ね、素晴らしいコースね、見る角ですよね、見事なヘリングってきたんですけどね、すコース狙うほどね、角度的にもこれプレッシャー的にもちょっとね、そこまでの余裕はなかったですよね。あった、さあ、そしてここで試合終了のホイッスル、やった、前半に敗れた清水エスパルス、連勝は7でストックしましたが、無敗のホームデビュースタート、この試合はしっかりと勝ち切りました。一方の水戸ホーリーホック、やりました。